フォートレスカラツ6日間シリーズでお送りしていますモーニングレース、朝からカラツマンスリーボートレース杯シリーズの4日目、今からいよいよメインのカードに入ってまいります。昨日までの3日間で24位に勝ち残った選手によります準優勝戦4つのカードです。まずは1つ目の第9レースの準優勝戦、1号艇福岡松崎雄太郎、2号艇岡山山地正樹、3号艇佐賀山崎哲平、4号艇福岡田中京介、5号艇岡山浮田義弘、6号艇佐賀小田武史、以上のメンバーです。6番の小田武史、今イン1コースに入っていきます。前につけてきまして、本番でもイン取り、リング2本を交換しています。1号艇の松崎雄太郎ですが、ゆったりとした2コース進入に持ち込んでいきます。そして3コース、今1号艇の松崎雄太郎から後ろに引っ張っていきました。ここは1対5ということになりそうです。3コースが2号艇の山地正樹、4コースは3号艇の山崎哲平、5コース4号艇田中京介、6コース5号艇の浮田義弘です。進入体系は1対5と分かれ、インコースから6番、1番、2番、3番、4番、5番の並びです。スタートしました第9レース、インの6号艇の小田武史は、これはかなり突っ込んだスタートです。1周1マーク、6番が回って2号艇の山地が握っていく、そして差しは4号艇の田中京介です。ただいまのスタートはフライングがあります。6号艇の小田武史がフライングのため変換欠場。6号艇の小田武史がフライングのため変換欠場となりました。6番に関する投票権は初大学と同額で変換いたします。どうぞ投票権は大切にお持ちください。先頭は2号艇の山地正樹、代わって2号艇の山地が先頭、そして4号艇の田中京介が2番手、3番手5号艇です。2周1マーク、2号艇の山地、そして2番手ですが、ここで4号艇の田中京介、5号艇の浮田義弘は3番手に停止後ろ、上位の体系は2番、4番、5番です。2周2マーク、2号艇の山地正樹、4号艇の田中京介、そして5号艇の浮田義弘、握ってまくってきますが3番手、上位体系は2番、4番、5番です。レースは最終周回。後ろは1号艇の松崎雄太郎が4番手、最後方に3号艇の山崎哲平です。なおこのレースは6号艇の小田武史がフライングのため変換欠場となりました。6番はフライングのため変換欠場です。最後のバック2、4、5と抜け出しています。この3連単のオッズ2、4、5は 70.5 倍を示しています。ラストコーナー、2号艇、4号艇、5号艇と折り返し、準優勝戦の第9レース、まもなくゴールを迎えます。先頭、2番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、1番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。第9レースの確定は1着2番、2着4番、3着5番、以上でした。